冬月は海上自衛隊の護衛艦、秋月型護衛艦の4番艦。艦名は冬空に高く輝く、隣列とした冬の夜を照らす月に由来する。この名を受け継ぐ日本の艦艇は、旧海軍の秋月型駆逐艦8番艦、冬月に続き、日本の艦艇としては2代目。冬月は中期防衛力整備計画に基づき、 平成21年度計画5000トン型護衛艦2247号艦として、三井造船玉の事業所で2011年6月14日に寄港され、2012年8月22日浸水した。2014年3月13日に収益し、第3護衛隊軍第7護衛隊に編入され、舞鶴に配備された。冬月の建造費は、 約726億円で、三井造船では、春雨以来、17年ぶりとなる、護衛艦の建造であったため、退職者や三菱重工作業員まで呼び、建造及び偽装を行った。なお、仙台の駆逐艦、冬月は、舞鶴海軍交渉で建造された艦であり、舞鶴入港時の式典で艦長が、冬月が70年ぶりに舞鶴に戻ってきたと挨拶した。 2015年9月26日から11月10日まで、インド東方海域で実施された、米印主催会場共同訓練に参加。2016年8月26日から10月18日までの間、オーストラリアダーウィン周辺海域で実施された豪州、海軍主催多国間会場共同訓練に参加。2016年10月11日、 第3護衛隊軍第3護衛隊に編成がえ。2017年3月18日から5月1日までの間、平成28年度概要練習公開に参加。2018年2月26日から3月22日までの間、平成29年度派兵訓練として、グアム東方面に派遣され、米海軍と共同で洋上訓練を実施。なお、 3月8日から3月14日までは、マルチセール2018に参加し、米海軍ミサイル巡洋艦、アンティータム、ミサイル駆逐艦、カーティス・ウィルバー、ベンフォールド、マスティンと共に、対空戦、対水上戦、対戦戦、射撃訓練等を実施した。同年6月8日から16日までの間、グアム島及び、同東周辺海空域において実施される日目印。 共同訓練に参加した。参加部隊は、冬月のほか護衛艦、伊勢鈴波、搭載航空機5機、潜水艦、総流 P-1 海域機行きまた、6月16日から23日にかけて、グアム周辺から沖縄南方に至る海空域で、鈴波とともに、米海軍と共同巡航訓練を実施した。米海軍からは、空母、 ロナルド・レーガンほか、官邸数席が参加。同年11月8日から11月16日に、かけて、四国南方から沖縄周辺に至る海区域において、米海軍空母、ロナルド・レーガン、ジョン・シース・テニスほか官邸数席と共同巡航訓練を実施した。2019年10月24日から11月2日に、かけて沖縄南方から関東南方に至る、 海空域において、米海軍空母、ロナルド・レーガンほか、艦艇数隻と日米共同訓練を実施した。2021年2月26日から4月4日までの間、米国派遣訓練に参加し、ハワイ諸島に至る海空域において、ミサイル射撃訓練等の養生訓練を実施する。提携校はマイズルである。ありがとうございます。